赤病は長い間この国を荒廃させていたこれほど致死的でこれほど醜悪な疫病はかつてなかった血はその化身であり印であり血の赤さと恐ろしさであった突然の激痛めまいそして毛穴からの大量の出血そして体の溶解、体と特に顔の黄色のシミは 被害者を仲間からの援助や同情から遠ざける禁忌であったそして病気の発作進行収束はすべて30分の出来事であったしかしプロスペロー国王は適切で勇敢で聡明だった領内の人口が半分になると彼は宮廷の騎士や女官たちの中から 元気で明るい仲間を千人召集しこれらの仲間とともに城にある修道院の奥深くに隠遁んしたこの修道院は広大で壮麗な建物で皇爵自身の風変わりでありながら高貴な趣味が生み出したものだった強固で高くそびえ立つ城壁がそれを囲んでいたこの壁には鉄の門があった帝臣たちは中に入り 炉と巨大なハンマーを持ってきて缶抜きを溶接した彼らは内部からの絶望や狂乱の突然の衝動に対して出入りする手段を残さないことを決意した修道院には十分な備えがあったこのような予防策を講じれば帝臣たちは伝染病に抗うことができるだろう外界は自分たちでなんとかする その間に悲嘆に暮れたり考え込んだりするのは愚かなことだった国王はあらゆる快楽の手段を用意していた喜劇役者即興演奏家バレエダンサー音楽家美女ワインこれらすべてと安全が内部にあった外には赤痴病があった隠遁ンン生活も5か月目か6か月目に入り 疫病が海外で猛威を振るっていた頃、プロスペロー国王は千人の仲間たちを招待して、異様なほど豪華な仮面舞踏会を催した。その仮面舞踏会は、官能的な光景だった。その前に、舞踏会が開かれた部屋についてお話ししよう。この部屋は七つあり、皇帝のスイートルームだった。多くの宮殿では、 このようなスイートルームは長くまっすぐな空間を形作っており折りたたみ式の扉が左右の壁際までスライドできるため視界はほとんど妨げられないしかし奇抜なものを好む国王の性格から予想されるようにこの部屋は全く異なっていた部屋は不規則に配置されており一度に見渡せる範囲はほんのわずかだった 20ヤードか30ヤードごとに大きく曲がり曲がるたびに斬新な演出があった右と左それぞれの壁の真ん中には高くて細いゴシック様式の窓がありその窓からはスイートルームの曲がりくねった道を進む閉ざされた廊下が見えたこれらの窓はステンドグラスでその色は その窓が面している部屋の装飾の色調に合わせて異なっていた。例えば、東の端にある部屋は青色で、その窓は鮮やかな青色だった。第二の部屋は装飾やタペストリーが紫色で、窓ガラスも紫色だった。第三の部屋は全体が緑色で、窓ガラスも緑色だった。第四の部屋はオレンジで、 第5の部屋は白色で、第6の部屋はバイオレットで、装飾され、照らされていた。第七の部屋は、天井から壁にかけて黒いベルベットのタペストリーで覆われており、同じ素材と色合いの絨毯が敷かれていた。しかし、この部屋だけは、窓の色が装飾と一致していなかった。ここの窓ガラスは黄色で。 深い血のような色だった。あちこちに散らばっていたり天井からぶら下がっている金色の装飾品の中にあって七つの部屋のどこにもランプや食材はなかったランプやろうそくから発せられる光はこの部屋の中には一切なかったしかしスイートルームに続く廊下にはそれぞれの窓の向かい側に火鉢を乗せた大きな三脚が立っていたため その火鉢がステンドグラスを通して光を放ち室内をまばゆく照らしていたこうして派手で幻想的な外観が数多く作り出されたしかし西側の部屋や黒い部屋では血のような色に染まった窓ガラスを通して暗い垂れ幕に降り注ぐ火の光の効果は極めておぞましく中に入る者の,の表情に荒々しい表情を作り出したので その部屋に足を踏み入れる勇気のある者はほとんどいなかったこの部屋の西側の壁には黒炭の巨大な時計があったその振り子は鈍く重く単調な音を立てて行ったり来たりしていたそして分身が文字盤を一周し時を告げようとする時時計の巨大な共鳴器から澄んだ 大きく深く非常に音楽的なしかし非常に独特な音と協調のある音が響いてきたオーケストラの音楽家たちは1時間が経過するごとにその音に耳を傾けるために演奏を一時中断せざるを得なかったこうしてワルツを踊る人たちはその踊りを中断せざるを得なくなったそして 華やかなパーティー全体が束の間の不穏な空気に包まれ、時計のチャイムが鳴り響く間、最も陽気な人たちは青ざめ、より年配の落ち着いた人たちは、まるで混乱した階層や瞑想にふけているかのように、眉間に手をやるのが見られた。しかし、鳴り響く音が完全にやむと、一斉に軽快な笑い声が会場を包んだ。 音楽家たちはお互いに顔を見合わせ、自分たちの緊張と愚かさをあざけ笑うかのように微笑み次のチャイムが鳴った時には同じような感情を抱かないようにとささやき声で誓い合ったそして「60分時の過ぎゆくままに」の3600秒にあたるが過ぎるとまた時計の音が鳴り前と同じような動揺と緊張と瞑想が起こった。 しかしそんなこととは無関係に陽気で華麗な宴となった国王の趣味は独特だった国王は色彩と装飾に優れた目を持っていた単なる流行の装飾は無視した彼の計画は大胆で情熱的でその構想は野蛮な輝きを放っていた彼を強人だと思う者もいただろう彼の支持者たちは 彼ははそうではないと感じた。狂っていないと確信するためには彼の話を聞き見て触れる必要があった彼はこの大祝宴に際して7つの部屋の移動可能な装飾品の大部分を支持しておりそして仮面舞踏会の参加者たちに個性を与えたのは彼自身の指導的なセンスであった確かに彼らはグロテスクだった きらびやかで華やかで幻想的だったあとに「エルナーニ」にも登場するようなものだったアラベスク風の人物は手足と衣装が似合っていなかった狂人が空想するような錯乱した妄想もあった美しいものみだらなもの猟奇的なもの恐ろしいもの そして嫌悪感をあおるようなものも少なからずあった七つの部屋を行き来するのは実に数多くの夢だったそれらの夢たちは部屋から色彩を奪ってオーケストラの荒々しい音楽が彼らのステップのエコーのように感じられるほど部屋の中を行き来していたやがてビロードのホールに立つ黒炭の時計が鳴ったそして一瞬 すべてが静まり返り時計の音を除いてすべてが静寂に包まれた夢は凍りついたように立ちすくんだしかしチャイムの響きは消え去りそれはほんの一瞬のことだったそして軽やかな半ば控えめな笑い声が彼らが去っていくとを追うように漂ってきたそして今再び音楽は鳴り響き 夢は息づいて三脚からの光が差し込む色とりどりの窓から色彩を放ちながらこれまで以上に容器に行ったり来たりしてうごめいていたしかし七つの部屋の中で最も西に位置する部屋には今冒険をする仮面の人々は誰もいなかった夜が更けていき血のような色の窓ガラスを通してより赤みがかった光が流れ セーブルの垂れ幕の漆黒が際立ちセーブルの絨毯の上に足を踏み入れた者には黒炭の時計の近くから他の部屋のより遠くの娯楽に興じていた人々の耳に届くどんな音よりもより厳粛に強調されたこもった響きが聞こえてきたしかしここ以外の部屋はびっしりと人で埋め尽くされておりそこでは熱狂的な生命の鼓動が鳴り響いていた そして宴は渦を巻くように続きやがて時計の針が真夜中の十二時を告げるまで続いたそして私が話したように音楽が止みワルツを踊る人たちの動きが静まり以前と同じように全てのことが落ち着かないうちに終わったしかし今度は時計の鐘が十二のストロークを鳴らすことになったこうして おそらく陥落に浸る人々のうち物思いにふける人々の瞑想により多くの時間とともにより多くの思いが入り込むことになったのだろうそして最後のチャイムの響きが完全に静寂に包まれる前に群衆の中にそれまで誰も気に留めなかった仮面をかぶった人物の存在に気づいた人が大勢いたそして この新しい存在の噂がひそひそと周囲に広まるとやがて群衆全体から嫌悪と驚きを表すざわめきやつぶやきがそして最後には恐怖とおぞましさと剣を表すざわめきへと変わっていったここまで描いてきたような幻想的な集会では普通の姿ではこのような興奮を呼び起こすことはできなかっただろう実際 その夜の仮装の自由はほぼ無制限だったが問題の人物は悪魔的なヘロデを凌駕し国王の曖昧な装飾の限度を超えていたどんなに無鉄砲な人の心にも感情を抜きにして触れることのできない金銭があるものだ生と死が等しくジョークになるような全く迷いのない人々でさえジョークにできないことがあるのだ その見知らぬ人物の服装や立ち居振る舞いにウィットも礼節も感じられなかったことを一同は今深く感じているようだったその人物は背が高く痩せ細り頭から足まで墓場の装飾品で覆われていた顔を隠す仮面は硬直した死者の表情に酷似していたためどんなに目を凝らしても ペテンシを見破るのは困難だったに違いない。それでも、このようなことは、周りの熱狂的な人々には容認されないまでも、耐えられたかもしれない。しかし、このたわけ者は、赤死病の姿になりきっていた。彼の衣装は血まみれで、その広い眉と顔のすべての特徴は、黄色の恐怖に染まっていた。プロスペロー国王の目が、 この亡霊のような姿に注がれた時その亡霊のような姿はその役割を十分に果たそうとするかのようにゆっくりとした厳粛な動きでワルツを踊る人々の間を行ったり来たりしていた彼は最初の瞬間は恐怖か嫌悪かのどちらかの強い身震いで痙攣したのが見えたが次の瞬間には怒りで眉を赤く染めた。 誰かあえて、彼はそばに立っていた帝臣たちに声を荒げて叫んだ「この冒涜的な嘲笑で我々を侮辱する勇気のある者は誰だやつを捕らえその正体を暴け日の出とともに誰を城壁から吊るすべきか我々が知ることができるようにこの言葉を発したのはプロスペロー国王がいる東の間。 ああるいは青の間であった。この言葉は七つの部屋全体に大きくはっきりと響き渡ったなぜなら国王は勇敢でたくましい男だったからで彼の手が振られると音楽は静まり返ったその青の間には国王がおり傍らには青ざめた帝臣たちが控えていた最初彼が話すと この集団がたわけ者の方向に少し慌てたような動きを見せたがその時たわけ者もすぐ近くにいて今度は慎重かつ堂々とした足取りで発言者に近づいていったしかしある種の得体の知れない威符が狂器の仮面をかぶったたわけ者に参加者全員が触発されたため彼を捕まえようと手を出す者は誰もいなかった そして、大勢の群衆がまるで、一つの衝動に突き動かされたかのように、部屋の中央から壁際へと交代していく間、彼は絶え間なく、しかし最初と変わらぬ粛々とした足取りで、青の間から紫の前、紫の間から緑の前、緑の間からオレンジの前、オレンジの間から再び白の前、そして、 バイオレットの前と進んでいったが彼を捕らえようとする明確な動きは見られなかったしかしその時プロスペロー国王は怒りと一瞬の臆病を恥じて気が狂いそうになりながら急いで6つの部屋を駆け抜けたが誰もその後に続かなかった彼は抜き身の探検を振りかざし勢いよく逃げる人物の34フィート以内まで近づいたが ベルベットの部屋の端にたどり着いたたわけ者が突然振り返り追っ手と向かい合ったそこで激しい叫び声が上がり探検がセーブルの絨毯の上に光り輝きながら落ちたがその直後プロスペロー国王はその絨毯の上に突っ伏して死んだそれから絶望という荒々しい勇気を奮い起こした大勢の人々が 一斉にその黒い部屋に身を投じ、黒炭の時計の影に直立不動で立っている長身の殺人鬼を取り押さえ彼らがあまりに乱暴に扱った墓場の細具と死体のような仮面が何の形もないまま置かれているのを見て言いようのない恐怖に息をのんだそして今赤詩病の存在が確認された彼はまるで野党のように現れた そして血に染まった宴のホールで一人また一人と倒れていきそれぞれがその絶望的な姿勢のまま死んでいったそして黒炭の時計の寿命も最後の凶楽的な人々の寿命と共に尽きた三脚の炎も消えたそして闇と腐敗石死病が全てを支配したはい。 春の空です。エドガー・アラン・ポー原作、赤死病の仮面の朗読は終了です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。この動画はいかがだったでしょうかご要望などございましたら、コメント欄にお願いします。よろしければ、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。それでは、 次の動画で再びお会いしましょう。